曜ジャンク一瞬光る深夜のバカ力、フセインの替え玉の後ろから突然本物のフセイン登場で、司会のヒロミケンナオコもびっくりで、会場騒然のどさくさに紛れて終戦説。誤解を恐れずに言っておきますけど、伊集院光モノマネのコロッケが大好き。なんかね、あれなんですよ、お笑いタレントとかは大抵どんなお笑いが好きですかっていうと、モンティパイソンがとか言うじゃないですかね。で、僕も言います。僕も伊集院さんどんなお笑いに影響されましたかとか言われると、まあ、モンティパイソンってやっぱり僕古典落語やってたんで、やっぱ立川談志のやる粗骨の使者とか、あれは不条理の世界でとてもいいですねとか言いますけども、本心を言いますよ。もうコロッケのモノマネが大好き。あとダンシング谷村すごい好き。なんかね、なんつったらいいんだろう、コロッケ芸、コロッケさんが誰をやろうが僕は何でもいいんですよ。別にそれが似てようが似てまいがどうでもいいんですけども、途中に散りばめてる、もう何、お笑いのジャンルとしてはおそらくもうネアンデルタールの頃からあった変な顔ってあるでしょ。多分なんか魔性石器を投げる瞬間の、今投げるって時にうんってやったりとかしてたと思いますから、相当古いタイプの芸だと思うんですけど、変な顔変な動きっていうのはものすごい僕は好きで、むしろ前後は編集してもいいですよ。あれはなんかわかんないけど、とりあえず野口五郎さんのモノマネだとか、とりあえず今野口五郎さんのモノマネないだろ、ないけど、あれだけ撮ったらモノマネの間に、だって今トシちゃんのモノマネとかないだろ、むしろ俺はトシちゃんのモノマネ見たいですもん。でその間に入ってる、なんかこうモノマネの間に入ってることでなんかみんな素直にオンエア見れてるけど、相当ヤバい芸なんじゃないかっていうことをなんかごまかされてるっていうのが僕は好きなんですよね。でまあこの間もね、ヨンちゃんのモノマネ見たんですけど、大変なことになってるね、モノマネが。でまたね、長いじゃん、あのモノマネ3時間ぐらいやってんの。コロッケさんだけ3時間だったら、3時間コロッケさんが野口五郎の早回しをやってくれるんだったら、で時々岩崎宏美の顔をね、デビュー時からやってるやつが入ってんなら、まあ全部見るんですけど、まあ全部は見てられませんから、それからあと 見てない日も当然いっぱいあって、久々に見たんですけど、モノマネってはっちゃんの頃からさ、なんかこうさ、変なさ演歌な要素が入ってきたでしょ。優勝すると泣くって意味がわからないでしょ。なんかその要素が入ってきたあたりから、もう俺はモノマネが見たいんじゃない、コロッケが見たいんだっていうことにすごいなってたんですけど、その中の基軸としてご本人登場あるじゃないですか。あれがわけわかんないことになってるね。僕がたまたま見た時には安倍静江さんが、大体モノマネの人じゃないじゃん、俺の中では全然真似られろじゃん、古さとしては。でその安倍静江さんが斉藤由貴の、卒業を歌ってるんですよ。なんかでそれで頭の音楽聞いてロレレレレレテロレレレレレって聞いて、でまあ似てんのかどうかをまあこう見るわけですけど、まあ、別に似てはいないんですよ。でも最近ほら似てないのは全然ありなことになってるじゃないですか。モノマネ歌マネみたいな話、歌マネって何だった話なんだけれども、なんかこうだってか似てない似てるはあんま関係なくなってるか、まあそれはまあ投資でいいかなと思ったんだけど、したらこのあと大変なことがみたいな、あんにゃい、このあとスタジオ騒然みたいになるから、あ本物さんが出てくるんだって、あしばらくあの本物さんっていうお約束も見てないけど、え斉藤由貴が出てくるんだと思ったんだよ。でも斉藤由貴出てくるんだけど、斉藤由貴のまずありがたみについて、その昔
そのもともとご本人さん登場っていうのは清水明さんとかが村田秀夫さんの猛烈に失礼なモノマネをやってて、だけど村田秀夫っていう格はそういうバラエティ番組では絶対出ない大御所っていう、あのみんなのこう心の準備みたいのがあって、でそこのところにもうやり倒した後で後ろからもう2コーラス目はなかったはずなのに、なんでまだ音楽続いてるの、キョロ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 って言うと、後ろの方からもう全く同じ衣装を着た村田秀夫さんがこう出てきて、ですごいビビる、今までこんなことをあの失礼なことやってたんでビビる清水明で、それに対して一旦睨む村田秀夫、怒られるのかなと思ったら大御所特有の大きな心で一緒に歌う、それで調子に乗りすぎていい加減にしろ、まあ、僕の得意な村田秀夫のものはね、はいい加減にしろ、もうできてもいないし僕の中の心の準備も全然できてます、なんかわかんないけどそういう感じで、もう会場はその何タレントのそのドッキリする顔、それからあとテレビでは絶対見れない大御所で、さらにはその大御所の広い心みたいな全部出来上がったやつを見るシステムだから、あそこには失礼なモノマネと大御所の本人という関係がないと本来はできないわけじゃないですか。斉藤由貴頼んだら出そうでしょでしかも別に失礼じゃないんですよ。でもっと言えば安倍静江はもともと斉藤由貴のモノマネできてないんですよ、だからレパートリーにないんですよ。でさらには斉藤由貴よりキャリア上じゃんっていうことでしょでもっと言うとその斉藤由貴は出てくるんだけどレコードの音楽に乗って口パクも衣装も踊りもしないで普通に歩いて出てきてどうもっていうだけなのね。意味がもう分かんないわけよ。俺は千歩譲って安倍静江のモノマネは似てなくても斉藤由貴のあのなんか分かんないけれども腰の関節を液体にする薬を入れたみたいな踊りだ、卒業の時やってないもんね。探し物は何ですかの時の250円とあとそれからパッキーカードが3枚入ってるあの財布なんですけど、あの250円の方がいいんでパッキーカードみたいな歌詞の歌の方の時のやつのあれですよね。であの踊りが見れんならとか、斉藤由貴が久々に歌ってるとこが見れんならぐらいの多分俺は後で分析した気持ちがあったんですけど、歌はねえね、全部のそのご本人さん登場のルールがなくなってるでしょ。なんだあれと思って、だってそう考えたらじゃあなんでこういうことが生まれたのかっていうと、俺が想像する企画会議で今回もう本人登場1組ぐらいなきゃきついなっていう話でしょ。まあでも誰もあれもやり尽くしてるよねみんなねっつって、なんか斉藤由貴が出てもいいっつってますけど確定にどうかな、まあ出てもらうか、ちょっと誰か無理やり斉藤由貴やらせろやらせろモノマネ芸人さんはそんな付け焼き場のやってくれないんで安倍晋三さんならやってくれんじゃないですかっつって、何歌わねえ斉藤由貴、まあ、しょうがねえみたいな、そういうことだと思うんですよ。なんでそこまでご本人さんは登場しなきゃならないのかって、むしろシュールだったよ。なんかあここまでなんかわかんないけど、バナナの皮がありました、口笛を吹きながらおっさんが歩いてきましたで、それでいて終わりみたいな バナナはっていう、おじさんバナナは踏まないんだけど心筋梗塞で倒れるみたいな、まあ、それだとまだ成り立ってますけど、それだとまあその倒れるのパロディとして成り立ってますけど、何も成り立ってないんですよ。それがね、ああなってくるとなんかオールフリーな感じになってくる凄さだよね。でやっぱりね、みんなね、おそらくね、そのコロッケ芸っていうのが心の中で好きなんだろうね。どのモノマネの人も必ずちょっとコロッケ芸が入ってますもんね、あの途中に面白い顔をするとか。だけどね、違うんだよね、コロッケ芸は。俺に言わせれば、俺 DVD 出してほしいんだ、あのコロッケ芸のとこだけチャプター打ってあって、ランダムでずっとちょっとコロッケるやつをすごい出してほしいんですよね。みんなに言うんですけど、これはもう俺誰にも褒められない話として言いますけど、コロッケさんも聞いてて気悪いと思うんですけど、コロッケ好きって言うとみんなが一回疑いの目で見ますからね、あんたっていう目で見ますからね、必ずね。だってベタじゃんっていうか感じするじゃないですか。でもなんか、ね、あそこの中になんかすごいね、コロッケの毒が
す毒入りコロッケですよ。毒じゃがいもを潰して作ったコロッケの成分が、あの花子は食わねえっていう、花子は岩本京成は食うけどコロッケは何度バケツを渡してもガシャンってするのは、あの部分に絶対毒が入ってるからだっていうことなんですけどね。ほんとモノマネ大変なことになってますわ。あの大変度ですよ。だからもう変な話、出てくれる人ありきでとりあえずモノマネさせるっていうのの上に、出てくれる人がいなくても成り立つっていうか、それぐらいの今誰のモノマネでガーってご本人さん登場ってすごいのかな。まあ繊維は相当すごいですけどね。アユとかぐらいなんだ、これだって相当オファー出してると思うよ。そのモノマネもやる人がいて本人が来たらすげえみたいな。うわなんか、うわすごい見えてきた、なんかうわうわなんかあのアユのトーク番組あんじゃん。ごめん、そんなの見てることで俺を軽蔑しないで見てんのって言わないで。もうなんかね、アユとでほらまた俺はね、アユみたいな国民的スターに対してね、ひがみがすごくあるじゃん。もともとは俺もあの位置に行きたかったわけだからね、もうだいぶもともとはあの同じようなスタートなんですよ、セントギガっていうね、リスナー全員に50円あげるって言ってもファックスが20枚しか来ないような、漏れなく50円もらえるのにファックスが20枚しか来ないような、その聴取率の番組で、しかもいつも泉谷茂さんのアシスタントで怒鳴られる役としてアユは来てたわけですよ。本人が CD 配ってましたからね。しかもあの TBS には、TBS のレコード室には入れるに値しないと思われたと思われたんだろう、今もないラップの日本語ラップの CD 配ってたところではスタートは一緒でね。いつか武道館を満員にしようね、いつかあのデジカメの CM をやって、あのどんどんあのみんなに物を買わせようっていう話をずっとしてたんですけど、向こうだけ行っちゃったら悲願でると思うんですけど、もうあのアユの番組に俺がたまたま見た回は及川光博がゲストだったんですよ。もうなんかわかんないけど、もう一回りして面白いよなんかね、及川光博すごい小国の王子になってた、なんか小さな国の王子になってて、でわかんないけど、その組み合わせもアユ、及川光博、北陽っていう組み合わせだったの、ゲストが。それでなんかこうそのまたね、いい佇まいが、あゆ様ともあろうものが跳ねるの扉を一生懸命夜遅くまで見てるんですよみたいな関係性において成り立ってるんですよ。っていうことはモノマネ番組にあゆが出ることはないけど、あゆの番組にあゆのモノマネいっぱい集めてご本人の前ではあるな。うわ絶対見ない、すっごい見ない。及川光博のね、なんか王様な感じすごく良かったよ。なんかあのね、なんつったらいいのかな、ちょっとね今ね、あの言いたいことは思いついてるんだけど、うまく今ちゃんとしようと思ってるんだけど、自由な生活を求めて公園とかでもうサラリーマンとか嫌だっていう、その言うんで、もういいよ仕事とかもどうせ不況だし楽しく生きてようよ、こういう生き方も自由じゃんっていう形でいる人たちがいますよね。あの人の中で一人だけ学者って呼ばれてる人いたりするでしょすごい博識でね、で話聞くと、あなんかそれっぽいこと言ったりするでしょ。あの感じで王様っていう感じあの感じで王様って言われてる感じがすごく良かったのが、もうなんかね、あいつダイアナ妃だな、もう王族とか嫌なんだと思うんだ、だけど引きずってるっていう感じで、何をやってもダイアナ妃が引きずってる感じで、すごく良かったです、すごく良かったですって言えば全部済むと思ってる感じが、俺のなんか中でもすごく、全く何十年やってもトーク力の上がんないところですよ。いい意味で君ブスだよねっていう感じのことですけど、すごい勉強になりましたね。それじゃあこれ以上野放しにしておくと何を言うか分からないんで、曲です。ビーズで、It's Showtime。でもさ、モノマネもさ、もうその何、富士とさ、その日テレのさ、いわゆるライバル関係みたいなのはずっと続いてるじゃんか。おそらく今富士はそのご本人登場パターンで言えば、ボブサップの本物を押さえた上でその辺にいる黒人さんに、どんどんステロイドを注射するっていう形で一生懸命やってると思うよ。わかんない、プロテイン飲ませてどんどん腕立てして、お前が早くサップタイムって一言言ってくれれば、何でもお前はサップタイムの発音とマッチョだけやれれば後ろから出てくることできるからみたいなことはすげえあると思うよ。誰が一番成り立つのかな。中渕剛とかってもう絶対アンタッチャブルなところやんか。
あれ来たら、ただ一回だけ俺が聞いた話では、モノマネで、クリームシチューの上田くんが、アンタッチャブルのモノマネ、クリームシチューの、上田くんが、長渕剛のモノマネをコントでずっとやってて、長渕剛の事務所に呼び出された、事務所から電話がかかってきたのかな、マネージャーを介して。それで、長渕剛がやってる番組に出てほしいっていう。最初は絶対怒られると思ったらしいんだけど、出てほしいって言われて、本人の前でやったのを、本人は笑って見てた説っていうのは聞いたんだよね。長渕剛っす。あの、ミニミニ長渕みたいな人いるじゃんか。ああいう人生もすごいよな。そういう意味じゃ、ミニミニ長渕っていう人生も。で、またすごいのがさ、ミニミニ長渕さんはどうか知んないけど、ああいうミニミニ長渕さんだとか、そういうなんかこう、なんか田村正和っぽい人とかいるじゃんか。なんか、あ、で、もう、あの、名前もそういうのに変えた人、名前もそういうので、もう一生全うしてきますみたいな人いるじゃんか。ああいう人が石浜雄太郎とかいるわけじゃんか。ああいう人たちが、その、もの、営業で回るにはあれでいいわけじゃん。本人が来れないところに来てくれたっていうところは未だにありますから、ありがたいありがたいはありますからいいんですけど、それがこの間見てたら、前の時にはもう顔が田村正和そっくりっていう人が、美空ひばりのモノマネやってたのがすごい面白くて、美空ひばりの格好しちゃってんだよね。それは違うっつうの。絶対違うよね。もう絶対古かった忍三郎の過去でパラパパラパで出てきて川の流れのでしょ。ってみんな思うとこが面白いですよね。でもすごく思うんですけど、徳川家康の声が学研のそのシートについててからもう30年経ってるわけでしょ。あの、要するにその人の骨格からモナリザの微笑みはこうです、ドゥワーみたいなやつあったじゃないですか。あれが、あの、もう俺たち初めてなんかで見た時からもう30年経ってるっていうことは、こんだけコンピューター進歩してるわけだから完全版できるはずだよね。もうモノマネ芸人全員失業するぐらいのやつができるはずなのに、できてないってことは、あれ嘘だろ。徳川家康、俺たちなんかめちゃめちゃ徳川家康は徳川って声だと思ってるけど、あ、絶対嘘だと思うわ。今誰なのかね、誰のオファーにすごい長渕剛落としたらすごいな。でも出ないだろうな。あとご本人登場の時は飛び蹴りがいいな。後ろから。もうデュエットはできない形がすごくいいですけどね。まじゅうきか、CM。でもそうなってくるとさ、その、何、クラスがどんどん下がってもご本人さん登場が OK になってくるとするとさ、すごい大問題になって、俺の中で大問題になってくるのは、例えば僕がモノマネにオファーされた時に、イジさんモノマネで出てほしいんですけど、僕ネタとかできないんですよ、いや、ご本人がいるんでっていう話になった時に、ご本人、伊集院光のご本人役なのか、内山くんのモノマネをする方なのかっていうのって、ものすごい事務所も迷うところだよね。猛烈にね。両方出ない。オファーもない。で、まあ、真面目な話、今本人が来たら一番熱そうなところは、リアリティあって、多分オファーは出してると思われるのは、中島みゆき。多分トップだね。で、あとは、企画会議では出て、実は水面下で動いてそうなのは、コージー富田タモリ。だけど、所属がフジテレビと、変な話、日テレっていう、こう、タモさんが日テレの方のコージー富田の後ろから出てくることは、低い確率の中でもさらに低いでしょ。で、かといって、そのタモさんが抑えられたフジテレビが、その前にコージー富田を、そのフジテレビの方のモノマネ出すっていうことも相当今の関係だと、難しいですよね。そんな中で、こんなことではなく、一番すごいのがいきなりファックスできたのが、ペンネームパワフル藤田さん。ビレッジシンガーズ。ね、甘色の髪の乙女の人。が、歌ってる後ろから逮捕された方のご本人が登場っていう。もうすごいね。場内騒然だよね。で、しかも逮捕された方が早変わりで横浜銀杯になった上に、後ろから横浜銀杯も登場みたいな。なあ。でも横浜銀杯の方は司会やってたから富士の方だな。可能性があるとすればな。まあまあね、そんなこんなでモノマネ見てるんですよ。あとモノマネ見てる以外何見てるかな、俺家で。何してるかな。あ、ゲームゲーム。で、まあ、これほんと、ちょっと切実に訴えたい。
Xbox 用サウザンランド面白い。あのね、一口で説明すると、一口で説明するのは難しいな、パッ、まあ、一口で説明するとなんつったらいいのかな、丸い円盤状のね、こういうディスクの中にプログラムが入ってるやつなんですけど、なんかね、あの自分の島を作る、自分の要塞島みたいのを作って、でそれにこう武器を置いたりとか作物を置いたりとかして箱庭みたいのを作るんですよ。でそうするとそこのところに変なこう虫みたいなやつが住んでるんですよ。でその虫みたいなやつがこう幸せに暮らしていくみたいなゲームなんですけど、ネット対戦で他人の島とその、ま、こうがよこうとアクセスして対戦ができるんですよ。で対戦して勝つとまたその、お金がもらえてみたいなゲームなんですけど、ギャグとか入りませんよ。これ問題、俺本当に今まだ始まって4日5日ぐらいだから、それがこうなんつったのかな、奥行きまで面白いかどうか分かんないけど、今は一番ハマってるゲームなんですけど、問題が1個だけ、すごい大問題が1個だけあるんですよ。発売日が20日だと思うな、20日にまずツタヤのあそこに行ったんですよ。ツタヤの、あの東京農業大学前にあるでかいツタヤに行ったんですよ。したらね、ニューリリースっていうところにね、もうないんですよ。しまったと。まあ今までもよくある、まだそんなにドリキャスが売れてない頃だからサカツク大丈夫だろうみたいな時に行ったらサカツクないとかのパターンだと思って、次にもう一軒ゲーム屋に行ったんですよ、夜中やってる。そこもないんですよ。でいて、でまた3軒目もう一箇所ツタヤ行ったんですよ。したらそのツタヤで入荷してませんと。で4軒目に1枚だけあって、その4軒目は、三茶のツタヤで1枚だけあって、でその間すごい、俺スターだぜ、スタースター、俺の家で乗ってる車はワゴン R なんだけど、うちのマネージャーの小林くんがなぜかベンツに乗ってるんですよ。ベンツで次から次へとツタヤの前につけさせて、で行って、でそのツタヤに1枚しかなくて、これ売れてんですかって言ったら、1枚しか入れなかったのが今売り切れですみたいな感じだったところで、もう嫌な予感に気づけばよかったんですよ。ネットに接続しても誰もいないんですよ。3連休だよ、3連休の夜中の3時ぐらいに誰もいないんですよ。それがね、本当にね、要塞島に一人ぼっちっていう感じ。すごい、あ、俺だけっていう、すあの生地、あれがさ、友達とやるしかないゲームの場合に、誰も友達持ってない時にはまだ優位に立てるわけでしょ。お前 Xbox 買えよって話になるから、生地世界と繋がっちゃってる分だけさ、世界中に一人は寂しいもんだね。どんどん島強大になってってるんだけども、すごい独りよがりな感じ。それでランキング、今日の朝かな、今日の夕方ぐらいで、その今ネットランキングみたいなのが出るんですよ。ネットランキングが100位までですけど、100位のやつが0勝1敗って書いてあったから、1回しかやってないやつ100位入ってんだよね。ただ今んところね、俺の中では相当面白くて、なんかこれ以上はゲーム雑誌に書けようと思ったからゲーム雑誌に書きますけど、俺の中ではおすすめなんで、俺思うんだけど、 Xbox はそりゃね、ね、今はかなり劣勢ですよ、かなり劣勢ですけど、今まで俺がハマったゲームから言っても、俺だってまだヘイローって出た、あの昔出たやつやりますから、稼働率高いし、これから発展するかどうかはもう、ビル・ゲイツのみが知ることですけれども、ありだなって思うんだけどね。今までだって中古でゲーム買ってやるだけでも、もう5、6タイトルはまあまあいいのあって、何よりも、なんで俺がこんなに Xbox 一生懸命やってるかって言ってるかっていうと、誰も対戦相手がいねえんだもん、一人も。本当に寂しいぞ、あれは。すごいわ。モノマネで昔見たので好きだったのは、こう矢沢永吉さんのそっくりさんが出てきて、でその後ろから本人登場みたいに、また矢沢永吉さんのそっくりさんが出てきて、でまた 2,3 人出てきて、10人ぐらい全員で矢沢永吉さんっていうのがあったんだけど、あれの上行くやつあった、本物の矢沢永吉さんが出てくるんだけど、それは3番目ぐらい出てきてたやつ。その後からもいっぱい出てきてんだけど、もう全部わかんなくなったところで、バカなことやった、 A ちゃんが20人いるよと思った時ところで、一人だけ本物が、ということでご本
本人さん登場、3番目の A ちゃんは実は本物ですっていう、その時点ではもう東野さんが靴で叩いちゃった後みたいなやつ。うわすごいね、 A ちゃんは出ないもんね。でそれぐらいやらないともうダメだね、あのもはやね、あとご本人さん登場す、もう昔のもう伝説の分かった田中絹代とか僕は知らないですけど、あの昔映画女優だったけど絶対テレビ出ないみたいな人のご本人さんが普通に観客席にいるっていう、単なるばあさんだと思ってたんだけどあれ田中絹代なんだっていう状況とかはちょっと面白いと思うんですけどね。でまあそのねモノマネ、もしくは先ほどの、僕が6秒前に言った徳川家康の話にもちょっと関連してなんですけれども、その間の記憶は何者かに取り去られてますから、の当たり前ですよ、ギャグを一つも入れずに新しいゲーム情報なんて言ってるような話は忘れてしかるべきです。そんなもんは、あのね、それも通じる話なんですけど、あのねやっぱりラジオっていうのは変わらなければいけない、進化しなければいけないんですよ。あのね例えば NHK なんていうのは、例えば NHK のテレビなんていうのは NHK とそのいろんなその例えば NEC とかああいうところとちゃんとこう話し合って新しい放送機材のあり方みたいなのを考えてるんですよ、人の金で。まあもう NHK で一度納めたら NHK の金ですけども、で考えてるわけですよ。でいろんなこう機材とかを作ったりしてるわけですよ。でね、もう TBS とかそういうこと全然やってないんですよ。一人でミキサーも DJ もディレクターも全部兼ねられるっていうシステムも作りましたよね。もうないの、もうないの、あれあれもうないの、どう考えてもないのねえ。マチュピチュっていう名前だったんだけど本当に遺跡になっちゃったの。びっくりしちゃった。大々的にやったんだけどなくなっちゃって。でもそういう試行錯誤もしてきましたね。よう褒めてるんですよ、そういう試行錯誤があってこそのことですから、万歳ですよ。もうね振られて万歳ですよ。それでそのマッチじゃない、トカイアスじゃない、ラジオの新機材についてスペシャルウィークをちょっと考えたい。で今までスペシャルウィークを僕らはスペシャルウィークの前の週の寸前になってやっと考えついたりとか、下手で考えつかないまま突入とかそんなことまでしてましたけど、今回ちょっと満を持して、スペシャルウィークは4月の14日なんですけれども、4月の14日に向けて一つ企画を考えました。あのね、人工 DJ を作ります。あの要は昔のサンプラーね、僕ら一番最初にサンプラーを、僕がサンプラーっていう未来のテクノロジーを初めて見たのはクイズドレミファドンっていうやつで、犬のワンっていう声をキーボードに入れて、なんかあのワン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 ってやる、すごいしょうもない形で見たもんですから、それがこんな音楽業界を変えるようなことになると思わなかったですけども、あれは昔のサンプラーは犬の声、一番最初のやつはなんかカセットテープの細く切ったようなやつがいっぱい入ってて、でそれをこうに取ったやつを瞬時に出すみたいなシステムだったらしいんですけど、もうどんどん進化して今やハードディスクレコーディングみたいな対応して、ハードディスクさえあれば24時間だろうが50時間だろうが、素材は100だろうが1000だろうが、その全部こう対応できるわけ、声を入れられておけるっていうことは、僕のボキャブラリーの全てをそこにぶち込んでね置いて、僕のこう性格を一番よく知っている、ディレクターっていうのは演出をするっていうことは、僕がこういうことを喋ったら面白いだろうなっていうことを僕の力量を見越して演出していくわけじゃないですかね。それの一個切っちゃえばいいわけですよ。そのサンプラーに全部入れちゃって直でディレクターが叩いちゃえばもう DJ はいらないんです。権利で食ってきます。そのサンプラーにインストールされたオレ OS の権利で食ってきます。ということで、あの史上初のこの実験をしていきたいと思うんですけども、この4月の14日、人工的な DJ が喋ります。でただまあこの場合は僕がこう考案したシステムで僕でいきなり実験するのはちょっと怖いんで、
実験って怖いじゃん。最初の実験とかだってさ、スペースシャトルとかこんなに発展しても事故ってたりするわけですよ。っていうことはソ連の1号のやつが1号かって話ですよ。ね、ソ連で月に初めて行ってね、わかんないけど、こう地球はなんか青かったとか丸かったとかね、わかんないけど、あそこのところ橋でつながると四国から直で行けんな、中国地方にみたいなことを言ったやつがいるわけでしょ。なんかそのソビエトの人がね、そいつが。ガガーリンか村田が言ったわけでしょ、それを。で、言ったと思うんですけど、最初のやつは怖いですから、最初は当然モルモットで、おそらく明日死んじゃったところで誰も気づかないようなやつってことで、アンタッチャブルの山崎君にやってもらいたいんで、皆さんから募集を大々的にかけたいです。アンタッチャブルの山崎の全てのボキャブラリーを送っていただきたいわけですよ。要するに DJ として成り立つ。だから少なくとも、こんばんははなきゃダメじゃないですか。どうもアンタッチャブルの山崎ですとかもなきゃダメですよね。はいとかなきゃダメですよね。それからあと例えばここでニュースが入ったようですとかっていうのも全部いるわけじゃないですか。そういうやつをどんどん送ってもらいたい。でそれで僕がマニピュレーターをやってゲストと対談させます。だから山崎さんは不在でいいわけですよ。でここのところよく聞いてほしいんですけども、まあ山崎さんも実験されるって言ったら法外なギャラを請求したりすると思うんですよ。だから700円ぐらいぶつけてラジオドラマのリハーサルをやるからという形で延々と撮り続けます。延々と撮った形でもうあいつはもう二度と必要なくなるとも知らずに、だってそれをちゃんとやってけばすっげえやばい発言とかあいつに言わせればいいわけじゃんか。そうでしょね。もうすでになぜか先々週あたりから、小池栄子ちゃんのファンとめぐみちゃんのファンと根本晴美ちゃんのファンからちょっとあの言い方ねみたいななんで来てんのか全然わからない。お前の心の中にあることだろうと思うんですけど来ちゃってますから、何も言ってないのに来てるってことはやっべえ発言とかは全部言わせられるようになるわけですよね。でも真面目な話、俺の聞いた話でスタジオミュージシャンのサックスを吹いてる人がある日突然某有名メーカーに呼ばれて吹いてほしいって言われたらしいんですよ。それでこれは買い取りだからいくらでっていうような話をされたらしいんですよ。でその時に音階をとにかく音楽を吹くのかと思ったら音階をすごい吹かされたと。で、後にそれが、サンプラーの中に備え付けの音源になっていくというで、なんか本人は分かるらしいんだ、なんかこれあの時の俺の音だって分かるらしいんだけど、でそれ以来超有名サンプラーも作ってるし CD も作ってるメーカーらしいんだけど、そこから変な話激減するわけです、スタジオミュージシャンの仕事っていうのは。だからもしこれを俺の真に受けて TBS が本気でこれを開発しようとした場合には潰しますよ、絶対に絶対に潰してきますから。もうやばいことなんですから、そういうのは。皆さんからはですね、ぜひプリセットに入れておいてほしい。100、あいつもともとボキャブラリー少ないからね、100ぐらいあれまあ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 とかで繋げるでしょ、あいつだったら。大体この番組来たって基本的にまあ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 とか、あと出たとかそういうのしか喋ってないから、大体の時には出たとか言ってればいいでしょ。ただやっぱりあまりに少なくてもなんつったですかね、面白みに欠けますから、いろんなだからみんなにしてみればこれを聞いてる山崎ファンの人は山崎が知らない間に手柄を立ててるってこともありえるわけですよ。すごい流暢なトークをして普通じゃ考えられないようなビッグゲストアイドルゲストに対してきちんとしたその何トークのを引き出せる。いつもだったらすぐに思いつかないボキャブラリーも僕は叩けばいいことですから、あんまりうまくいきそうになった時には当然ミスタッチしますよ。指が太いから、俺は指が太いから。あとあんまりな時にもしかしたらその元々のエンジニアのその AD の柳沢くんがちょっとその何ていうのかな、入力を間違えちゃって1を出した場合にはわかんないけど、本来だったらへーそれは可愛いですねっていうはずだったと俺は聞かされてて、全然悪気ないのに一応したら、クソだ俺やろクソだメスかメスなのかお前はっていうのが出ちゃう可能性もありますから、ただまあまあまあ出ないように入れとけばいいんです、入れないでおけばいいんですけれども、ただ本当にクソ甘く来た時に
困る。本当にクソママをゲストで呼ぶつもりなのか、お前は。本当にクソママが来ちゃった時にはそれを言わない山崎くんの評価が下がっちゃいますから、あのいろんなそのパターンをですねどんどんあの送っていただきたい、でいて、このことはたとえ関係者が聞いていても山崎くんには知らせないでいただきたい。一応あのラジオドラマのオーディションがあるっていうことで、あの山崎さんのスケジュールは押さえてありますんで、とにかくですね山崎かをこれうまくいったら配っちゃえばいいんだ、みんなに。したら分かんないけど、あいつは同時多発山崎になれるわけですから、いろんなところでみんな山崎ファンの人にこのサンプラーのその音源としてデータとして配っちゃえば、 DVD に MP3 とかで入れちゃえばすんごい量入るわけでしょ。そしたらあいつをもういろんなラジオ番組に上げちゃえばいい。ネット競技とか行けばバンバンあいつどこでもトークできるってことになってすごいですから、あのぜひぜひですね、皆さんからですね、これはもうなんていうのかな、あのサプライズですよ。よくあるじゃないですか、自分のことはね、あのお誕生日のなのにも誰も声かけてくれなかったのに家をガチャッと開けたら血の海そういう感じでやりたいと思ってますんで、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力、メカ山崎、メカ山崎の係までですね、どんどん送ってください。お待ちしております。でマジな話ね、あと30年とか経ったらよ、ね、これはもう先フォローだからよく聞いておいて、あと30年とかだったら、もしあと50年とか経ったら大沢優里さんの永久保存とか始めた方がいいよ。 TBS も実際問題今日とかじゃないでしょもちろんだから、あとまああとまあ80年ぐらい経ったらですけど、要するにその頃には絶対そのコンピューターとかもどんどん、今の段階では無理ですけども、あいうえおとかの大体の音を取っといて、それの高さを変えたりとかアタックを変えたりして、それこそ普通に鍵盤楽器を弾くみたいに、なんかわかんないけどその大沢優里ですみたいのをやれたりとかするし、なんか新しいことに関しても、触れられたりとかするようになるんですよ。このかまぼこ美味しいですねみたいなやつをうまく弾けるようになって、お色気とか、お色気とかもエフェクトのボタンですから、わかんないですけど、お色気対象とかもううまくこうお色気エフェクトをこうで、またバカが操作間違えて普通なら6ぐらいしか入れてないのに30ぐらいやって、えらいエロ話になっちゃうから、昼間っからわかんねえけれども、タズコがチコツオみたいな話を急にする可能性もありますけれども、タズコってやる可能性もありますけど、そういうのをどんどん作っていかなきゃダメなんですよ。作っていくともう永久できますから。でそうすると、例えばゆうりさんとかが1年例えば休みたいとか、ゆうりさんがもうちょっと飽きちゃったんで引退しようかなとかした時にもいろんなのできるし、でそこぞとばかりにもう俺全部50を何でもできる、ゆうりちゃんでーすみたいなやつも全然できるじゃないですかおっす俺ゆうりみたいなオラユリっていうやつができるようになりますから、そういう意味で財産ですよね。俺自分がもう富士の山になったらそういうのをやってほしいもん。だってもうそれで家で寝てるほかないわけだから、あの夢のある話じゃないですよ。なんかわかんないけど、いつまでもみんなにこう自分の死んだところを知られたくないとか、そういう話じゃないです。アメリカの短編小説であるんですけど、なんかね、DJ がいるのよ。なんか地方ですげえ有名な DJ がいて、そいつにこうみんなでこう学校でリクエスト、俺は好きなんだけど、リクエストはがきをどんどん出すけど誰も呼ばれない。したら一人のやつが、自分はガンだって。ガンでもうあのこのラジオを来週聴けるか再来週聴けるかわからないからリクエストお願いしたいって言ったら、その DJ が絶対ガンに負けるなよって曲かけてくれて大ヒーローなの。嘘なんだけど、それでもまた読んでもらいたいから、次の週俺はその勇気づけられたおかげで、あのガンの進行が止まってるからっつって、またハガキを書いてくわけ、どんどん。でそれでもうさすがに何ヶ月か何週間か経っていくと、その嘘にいたたまれなくなって、その子供たちが、その少年たちが冒険して、その曲に会いに行く。そうそう、そこには大量に取りだめられたテープだけが回ってて、そいつはガンで死んでいるっていう話があって、そういう夢のある話じゃないよ。金をくれ、働けなくなっても金が欲しいんだよ俺は。あんた本当に薄汚いよ。でも今のコメントも、これは実は巧妙に田村ディレクターが作ったやつですけどね作ったやつなんですけど、いやでも本当ね、そういうこと、テクノロジーってすげえよ。今日出た番組もなんかすげえ番組だなと思ったのが、芸能人
オールスターマル秘闘病記みたいな番組すごくない？オールスターマル秘とか芸能人の後に芸能人マル秘闘病記ってないでしょ、ね、でこれはいろんなスタジオにタレントが集まって、でそのいろんな人が僕こんな病気だったんですけど治ったんですみたいな話をするんですよ。だからすでにその話のオファーがあった時に、そのうちのマネージャーの小林から伊集院さんこういう番組のオファーが来てるんですけど出ますかと、俺は別にエリコの無職何でも出るよって話して、でそこで伊集院さん闘病とかありますかって言ったけど、俺一応闘病って言えるようなものはヘルニアあるなって言ったら、他のラインナップ見ると甘いんですよねって言われちゃって、甘いって意味が分かんないじゃんか、その甘いんでもっとでかいのないですか隠してるやつって、お前心配とかじゃねえもんね、それね、いいネタ持ってねえかみたいなトーンで、でかいやつでかい熱いのないですかっていうのね、熱いのってなんだか分かんねえじゃん、少なくともお前マネージャーで所属プロダクションで俺が熱いのになってるの知らねえのやべえじゃんってことじゃないですか。で俺が逆に言えば、隠してたけど熱いのなんだって言われてもお前困るじゃん、しかも闘病中だしみたいな、一番困るでしょどう考えたって、で言われて、で結局俺はその闘病ないんだけど、だって最初のコーナーはこちらです、 A 型肝炎、ビビるの大木さんですっていう、本当にそういう番組なんだよね。で出たですよ。で行って、でまたさ、お笑いって負けず嫌いだなと思うのがさ、そのコーナーで自分の喋るチャンスがないの嫌なんだよね。嫌だからなんかね、一生懸命こう俺もあるって言いたいんだけどないみたいな、そういう感じで、あと何やったかな。で要はその本意としては、その病気を暗く考えるよりもタレントとかが闘病生活を終えて努力してこういう風に治して、しかも明るくやってるんだから、トーク番組で楽しむ人は楽しめばいいし、逆に本当に病気の人は、元気になってねっていうね、多分俺の言ったようなことがそのままザ・テレビジョンに乗る気はするけれども、そういう感じの番組なんですけど、それでだってパニック障害とか今割と旬な深刻な病気だったりするんだけど、それを誰々がなってましたとか、そんなんあったりするのを やってんですよ。でやったんですよ。で俺はないじゃないですか、ないか、そのヘルニアは甘い、ヘルニアも痛かったんだぜ、猛烈にびっくりしたんだぜ、ね、もうそのもうデブに対する太りすぎだっていうことを、腰がデモですよ、ね、もう太るなっていうことで炸裂ですよ。それでヘルニアやったに甘いっていうんで、俺は、じゃあ当日MRI ってあんじゃん、なんかあれコンピューターの力によって、イカ飯を食べる前からどれぐらいもち米が入ってるか分かるようになる機械ためにエジソンが作った機械あるじゃんか。もうスカスカのイカ飯は嫌だと、パンパンに具が膨らんでるやつ、しかもイカ飯の中の方にちっちゃく切った人参が入ってるなら俺は嫌だっていう理由で、だったらば一回なんか電磁波かなんかをこうやって当ててこう輪切りにしたような状況の中見て、よしここには入ってない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 みたいな、しかも一番後ろの方には結構子供が入ってんじゃんみたいなやつが見れるためにエジソンが元々作ったあのシステムで、ノードックっていうの、脳の輪切りをこう取って、でそこになんかこう異常がないかどうかを調べるっていうんだけど、やっぱりね、健康番組流行ってんのはいいんだけどね、やっぱりあり方がおかしい。あのね、それでこう行って脳ドックに行くわけだ。脳ドックっていうか、なんかそのテクノロジーでは脳ドックのカーがあるのね。昔 MRI なんて言ったら、俺がヘルニアやった頃はどこどこ病院に行って予約待ちでどうのだからみたいな話までされたのに、その MRI カーみたいのがあって、でかいのよ、飛ばすの大きさを、飛ばすもう一台飛ばす半分切ってくっつけたぐらいの大きさだね。飛ばすリムジンの大きさで、中にその MRI が一式入ってて、で横のところにモバイル MRI って書いてあるのね。でかいよモバイルだけど、全然でかいやつがあって、1台8億円から12億円ぐらいするっていう目からしいんだけど、それがもう日テレの横付けして止めたって、でそこでこうやってくれみたいな話になってこうやるんだけど、もう俺も健康バラエティね、悪い例で出慣れたから、そういうシステムにもそんな疑いは抱かないんだけど、こう行ってこう撮るじゃないですか、全部撮って、わかんないけど変なみたいなのに入れられてか、4が4が4が4、あ、でもね、一つあるわ、テクノロジーに関して、モバイル、フィリップス社のモバイル MRI、改良点が1個、まあ、小型化はしてほしいですよ、おそらくこれから小型化は勝手にしてくるでしょ、おそらく最終的にはポケットサイズになると思うんですよ、でみんなストラップをつけて持ち歩くようになると思うんですけど、こんな輪切り、こんな輪切りと、みんなに見せ合うと思うんですけど、それはまあみんな考えてるでしょうけど、あのね、
MRI ってさ、その台座みたいところに乗せられて、その穴のこう管の中に、管状のところ、筒の中にゴイヨン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 が入ってるんだけど、その音がかなりでかいの、筒の中だから、ゴイン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 っていうのね。でそのために密閉型のヘッドホンみたいなのがセットになってて、その密閉型のヘッドホンをつけてるんだけど、それでも聞こえるから音楽を流してるのね。最先端のメガだよ。なぜ愛しのエリーが流れてるんだっていうのが、しかも CD じゃないんだよ、なんかわかんないけど。よくスーパーで適当にかかってる有線あんじゃん、あれのなんかこうゆったりとした愛しのエリーがずーっとかかってんだけど、あれクラシックとかじゃダメなの。あそこに、もしくはいっぱい着メロみたいにいっぱい入っててダメなの。なんかね、むしろ俺別に貧乏人で壁の薄い家で育ったように周り工場ばっかだから、ゴインゴインは大丈夫なんだけど、愛しのエリーの方に拒否反応が出るね。なんかわかんねえけども、そんな、まあまあ図で撮ってさ、撮り終わって、で結果知りたい、結果どうですかって言うと、結果じゃあスタジオの方でっていうのね。それってすごくない？なんかわかんないけど、俺にだって最初に伝えるっていう順番があるじゃん。俺が例えばこう脳みそをこうやって輪切りにこうしてったら、中のところにすげえ小さい人が操縦桿を2つ持ってた時に、俺も聞かされてねえもん。それはうちの親父のアクノミア博士の作なことは間違いないけど、あいつが亡きあのケンちゃんをしのいでしのんで作って、その時中に入れた操縦席に入れたやつだってことは分かる、推測がつくけど、俺も知らねえから、それスタジオでいきなり伊集院さんの脳はこちらですって見せられちゃうわけじゃんか。あのシステム変だよな。でなんか分かんないけど、流れ作業、最初だから流れ作業で、はいどうぞみたいな、はいやってくださいみたいになるんだけど、それがね、でもちょっと面白かったの。脳を取って、でその次こう伊集院さんはこうお腹の断層も脂肪も取りますみたいな、お腹の輪切りも取りますみたいなのやったんだけど、そのお腹の輪切りも向こうにしてみれば、他のメンバーは、中川家のお兄ちゃんとか、それから久本雅美さんとか、あとユンソナちゃんとか、そういう子のと俺かなんかその MRI 撮ってんだけど、他のメンバーと違ってお前はお腹の方も撮った方が面白いもんが見れんだろっていうことでしょ、向こうの意図としてはね。おそらく昨日食べたやつとかがいっぱい輪切りになって出てくんじゃねえのみたいなことと、あとはもう脂肪脂肪脂肪のね、産油国っていう感じのところが見れるっていうはずじゃんか。したびっくりした。あの脳の結果は言わない、脳の結果オンエアを見てね。あのね、ショッキングな結果すごい出てるから俺的には、俺的にはそうなんだっていう、結果出てるから。脳の方はね、脳の結果はじゃあもう番組見てもらうか、5月に行われるイベントで MRI が借りるお金がないんで本当に開けてみせますから、カパって見せますから、あれとして輪切りの方がすごいもんだな。もともとまあテレビ的には長くなるから基本的には神さんにダイエットさせられてんですよみたいなコメントは出してんだけど、まあもともととは言えば要は山に野球で負けたくないっていうことと、あとお前らの考えたあの単なるあの SM 企画で小田原から走らされたりしてるだけじゃんか。脂肪がないんだよ。なんか皮下脂肪はあるんだけど内臓脂肪がないっていう時の、見逃さなかったねディレクターさんの全お前のお腹の中には夢が詰まってんのかと俺らはある意味見たこともねえ脂肪っていう夢を見たかったのに、何お前スカスカにしてんだよっていう、今すぐ脂肪吸引の装置のオンオフを逆転の方にしろって、入れろよと、ラードを注入してくれっていう感じの顔で、しかも俺もなんかすいませんっていう、スタジオでもリアクションが俺の中では、うわこんな脂肪で大丈夫なんですかとかって言われるリアクションしか考えてないから、言われた時になんかみんながあれっていう感じになってる時に俺も頭に浮かんだ言葉はすいませんすごい分かってない、俺本当ちょっと分かってなかったところありますわみたいな感じで、なんかねすごいわ。意味俺たちにはなんであの機械が輪切りが取れるのかもよくわからないし、その何、脳の輪切りの写真を見ても何がどうなのかわからないんだけれども、それを委ねてテレビで見るわけじゃんか。っていうことは、まあお医者さんは知ってても、自分で検査行ってもお医者さんは知ってるわけだから、でもテレビのマルチ画面にバンって映った時に俺はわかんないよね。わかんないけどテレビを見てる医学知識のある人はわかるわけだよね。先俺より神さんよりも先っていうのがすげえ、なんか俺たちやっぱり
変な世界だわっていう。別にそれが悪いと、だって俺たち了承のもとでやってるわけだから、了承っつっても変な話、マネージャーの小林くんの了承のもとでやってるから、別にそれはいいんだけど、とりあえずその了承、小林くんの了承に任せるってことになってるから、いいんだけど、つくづく、不思議な世界だな、話になんねえようなやつ出ちゃったら、どうすんだろうと思いながら、見てたなぁ。でも思った、今までは例えばタレントがなんか病気になったりとかしたものがプロフィールには絶対書かないじゃんか。これからはむしろ一つ二つやっとけっていう時代だったなぁ。なんか徳光さんが心筋梗塞になった話みたいのがあって、ほら不整脈って言われたけど心筋梗塞だったんだって。でその話みたいのがあるんだけど、もうそのコーナーの徳さんの油の乗った喋りね、これタレントが異常な世界だからって前置きをした上でちょっと俺の中にあんだよね、羨ましい。もちろん奇跡の生還を含めたことも含したことも含めて、うおし俺ネタないわみたいな、もはやネタなんだよね。だってその番組のゲストが俺とかビビるの大木さんとか中川家とかいるのってすごいよな。うわ俺今日もう2時まで喋ってんの。じゃあ曲、一回かけとこう。曲はですね、阿部麻美理由。普通のファックス、ラジオネーム時坂麦林、東京電話のサービスに松坂慶子の天気予報みたいなのがあります。それは松坂慶子さんの声のデータをたくさん取ってあって、全てコンピューターで合成して松坂慶子さんの声でその日の天気予報が流れます。とてもよくできていて、合成 とは言われてもわからないぐらい。実際あの天気予報は松坂慶子さんが毎回読んでるんですかという問い合わせが、絶えないと聞いております。っていうことは松坂エルニーニョ稽古ですとかそういうの全然できるわけですよ。で今までの素材もありますから、これもエルニーニョとかすっごい入れられるわけですよ。ね、川田更新曲とかの素材とかを使っていけば、やっぱやってる人はやってるんですよこういうね。でもすごいのはさ、こういうすごい普通の思いついたこともこうファックス空いてればファックスしてくれるわけじゃないですか。一応ファックス番号言ってきますけど、東京0355629540、東京0355629540なのに、一人も私もサウザンランドをやってますっていう人はいないね。すごい、今やってんだ、今やってるからだ、今なんだ、俺のいない時間でやるのやめてよ本当。今多分3万人ぐらいやってんだよな、きっと。みんな俺と生活のサイクルが合ってないだけで、それってすごいな。俺が明日東京ディズニーランドに行ったら、たまたま今日は混んでると思ったからやめようと思った人ばかりで一人だったっていうぐらいすごいことだな。いや今真面目な話、もうラジオで自分のアドレスを公開したいぐらいって相手に飢えてますからね。まあ、とりあえずはまあ一応それは抑えときますけどね。じゃあコーナー行きましょうか。コーナー、ごめんね俺コーナーいっぱいあるねこんな。平成チンカルタ堀越のり編。今かけたさ、阿部麻美さんの理由をさこう聞いてさ、でそのジャケットを見たらさ、ジャケットの中にさ阿部麻美カルタが入ってんの。あのトレカサイズで入ってて、一人だけでは生きていけない強くもないっていう、またまた可愛い阿部麻美ちゃんのやつがあって、一瞬頭に浮かんだのは、おい50種類あんのかっていう、昔ビーズがすげえのやってたのあるけどやんのかって思ったら、4種類あ、じゃあ4枚しか買わせないでいいわけですね。そういうことでですね、のりちゃんも行こうよ、のりちゃんも、のりちゃんもなんかハムかなんかに入れようや、のりちゃん薄切りシュゼット、日本ハム魚肉堀越のりソーセージに1枚ずつ入れて、昔ドラえもんトランプ入ってたんだよね、日本ハムのね、ドラえもんソーセージに、ああいう感じでね、お願いしますよ、ソーセージでお願いします、 CD とかではなくてソーセージに、もしくは駄菓子屋さんで売ってほしいっていう感じするんですけど、鈴カステラにね、堀越のりちゃんのブランドの鈴カステラに1枚ずつ
ついててほしいんですけどね、堀越乗り換えた今あいうえおから始まって、まあ、抜けてるところもありながらとまで来てますけどね、もうみんなね、のりちゃんに対してすごく愛情あふれるカルタを送ってくれてるのはもう間違いないです。もう変な話、僕はそういう意味でもホリプロに貢献してます。堀越乗りに貢献してます。ホリプロの関係者がよく聞いてるということなんで、ここを強調しておきますけれども間違いなく僕は堀越乗りちゃんに対してはいい先輩なんですけれども、ただね、もう他脇あまあま、俺だってもうハガキで堀越のり情報を異常に知ってるもん。今日来たのは、ペンネームサンフレッチェ広沢から、先週言った2002年8月19日に東京ドームで巨人対西武戦のイースターの試合で始球式やったっていう話あるじゃないですか。でこれに対応して2000年、この遡ること2年前に堀越のりが新年の目標として掲げたものが、同じ中学校の先輩の長嶋監督の率いる巨人の試合で始球式がやりたいっていうね、あの、の出してたらしいんですよ。微妙にかなったね。ただ率いてるのが今青い稲妻松本ぐらいの多分人が今率いてる可能性が高いんですけどね。そんな頑張ってるですね、堀越のりちゃんの、カルタですけどね、いきます。東京都足立区、ペンネーム、ここはグリーンスタジアム、な情けない話の爆笑ネタを用意していたのに今日の当たり目が出てしまい、うろたえる堀越のり。これすっげー出てるとあるんですよ。あのね、本当にね、一応考えんじゃん、これで何喋ろうって考えんじゃん、思ったの出ないんだよね。で当たり目出るとライオン製品もらえるけど、うちの親父ずっとライオンの社員だったから、だからその見てる皆さんほどは嬉しくないんだよね。また情けない話が本人がしようとしててもものすごい自虐的なやつだったらいいね、すごく好きだね。同じくな、ペンネーム川田純子、思い出をありがとう。あ、川田純子ちゃん可愛かったな。なっちゃんギブ、なっちゃんギブだって。西田夏のロメロスペシャルの実験台にされる堀越のり、その光景を魚に缶ビール片手の優香大笑い。聞こえない聞こえない聞こえない、甘々、すっげえ甘々。お前ちょっと脇の下見てみ、氷砂糖の層みたいなできてると思うから。優香ちゃん、まだ優香ちゃんはね、もうほら知名度があるから、これぐらいのことを言ってもまた逆にギャップを楽しんでるってことはみんな分かってもらえますけれどもね。ふぅさあそれじゃあ、しかも採用しちゃったりしてね、ロメロスペシャルの方をね。西田夏ちゃんで最初はアイドルだったの？最初アイドルで入ってきて女子プロレスラーになったの、確か。そうだよね、すごい華麗なる転身だよね、逆ビューティーペアですよね。続いて福井県、近藤に、日戦のカタログを見ている時間が一番幸せな堀越のり。買わないんだよね、丸はすげーつけたり折ってんだけど、すげー折ってんだけど買わないんだよね。しかも日戦っていうところがすごくいいよね。あのさ、カタログの本あんじゃん、通販のカタログの本、あのたまにさ本屋さんとか置いてあんじゃん、本屋さんとかにこういっぱい積んだってこうやって持ってこれるようになってんじゃんか、不意に100円のやつない？不意に100円のやつあるって、どっかの会社のやつ不意に100円なんだって。生まれて初めての万引き、それで体験するとこだったもん。なんかわかんねえけど、これもらっていいんだろうなと思って持っていこうと思ったら、店員さんにガッと止められて、やっばいと思った。あれ基準なんだよと、日銭ただかな、日銭ただな気がするな。続いて、東京都江東区、ペンネーム灰色キャンパス、に忍者を体験コーナーで大森玲子に竹筒にの穴のないものにすり替えられているが、頑張って水遁の術にチャレンジする堀越のり。まあ2は日戦できますね、あの変な話、脇が甘いのばっかりが採用されてると大変な、脇が甘いけど立場が辛いみたいなところにすごいなってきますからね。ただあれですよ、大丈夫です大丈夫です、あのここで甘かった分は次週からの大森玲子カルタの方で。ちっちゃくて可愛いみたいな、なのになぜブブカニみたいな、そういう感じの、こらー
なんでそうやって、もうね、田村ディレクターがさっきからサンプラーをバン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 操作するんですよ。なんでそういうことを言うの。すっごい編集うまいよね今のコメントもね。なぜブブカにいつも新記録を出されて日本の棒高跳び界は新しいやつが出ないんだみたいなやつをすっげえうまく切ってるでしょ。許せないレイコちゃんに謝って本当にお願い。さあ続いてなんかさこれさすごい面白いのが何種類もオリコジノリの別に線のカタログを見てるっていうのは事実でもない、ない事実かもしれないけど、らしい日常も来れば、事実も来れば、あと妄想、もう極めて妄想ですよ、極めて妄想のやつも来るっていうので言うと、選ぶ基準が自分だから面白いんだけど、判決ズバッとロロロロヌヌガーで銀歯が取れてしまい、うろたえる堀越のりこれなんかすごい来たのね、なんか見分かったのね、なんかね、すごい分かったのね。ぬ採用またさ、ぬが食ってんじゃねえよってとこがすごいよね今までの中で堀越のりがこの番組で食ってることにされてるもんって鈴カステラとぬがですからね鈴カステラとかぬがの CM 受けてほしいよね。堀越のりじゃなんか CM やってる今あんまやってないよね。ゆうかちゃんとかがジャイアントコーンとかやってる時にヌガーっていうそれもスニッカーズとかじゃないんだよ、ヌガー甘いだ、テクスの CM も普通なの、甘いヌガーむしろいいよね、むしろいい続いてペンネーム青春に背を向けたものね、寝起きにおでこに油性マジックで書かれた肉という字を消すことで今日が始まる堀越のり誰が書いたかといえばですよ、大森玲子ですよこいつ書いてないじゃん、そこまでここまで全然書いてないじゃんかなヒゲの方は綾菜ちょっと悪意を少なくしてみた、綾菜の方は悪意をちょっと少なくしてみたいっていう感じはするんだよね ペンネームサンフレッチェ広沢、もう俺サンフレッチェ広沢はもうちょっとノリズムにはかなり来てると見てますよこれ絶対、のノーと言えない堀越のりね、同じく、ノーはペンネームデストラーデニの顔、ノノッポってのりちゃんが陰口言ってたよと藤本彩に嘘情報を吹き込まれた大林素子にココナッシュクラッシュを食らう、ココナッツクラッシュを食らう堀越のり切れたっていう感じになってる大林さんはホリプロでももう芸能部っていうよりはもうスポーツ文化事業部なんで、そこまで甘くなってくるともうどこまで行っちゃうんだろうなっていうことあるんですけど、ただ僕が好きだったのは大林さんは、僕の中では僕が大林さんにつけてるキャッチフレーズ、ホリプロも昔はすごいキャッチフレーズってこう出してたんですよ、井森美幸さんがまだ誰のものでもない井森美幸みたいな、そういうの買いのつけたんですよ。僕は大林素子さんに多分今ついてないんですけれども、ドデカ少女っていう非常にニックネームをつけてるぐらいいつもニコニコしてる人なんですけど、おそらくノッポって言われるとパチンって言って同じく膝の上に一回折り返しのランダマを、しかも側頭部をさらにセットしてから大きく振り上げて片手でグジャっていく感じのやつですよね。でもいいじゃないみんなね、こうやってねキャラクターがついてってね、とりあえず、何ぬねのノーネネはまあ寝起きの肉一個だったんで、ノーはまあノッポってのりちゃんが陰口言ってたよと別に藤本彩になってるの、嘘情報を入れてるのが藤本彩になって、藤本彩に嘘情報を吹き込まれた大林素子にココナッツクラッシュを食らう堀越のり、これでいきたいと思います。じゃあ一回 CM 挟んで、次はハー行ですね。ジャンク
今 CM にさ、なんか TBS ラジオで、こう、モバイルの、こう、できて、ちょっとお金いるのかな？なんからしいんだけど、着信ボイスとか着メロとかをどんどんこう出しますみたいな CM やったんですけど、やりたいな。オファー来たらおそらく断るんだろうけど、そういう性格だから、やりたいな。絶対使いたくないやつ。あの、メール来た時に、エロメールだろどうせみたいな、てめえ昨夜あの面白半分にかけた人妻出会い系からに決まってるけどなみたいなやつのやつばっかり、電話とかもなんかかな、あのみんなそういう着ボイスがゆえにみんな電話早く通るようになると思うよ。メールとかもずっとそれ鳴ってるとやばいと思うから、おいハゲハゲ向けお前っていうやつが電話ですから、それ会議中とかになりますから、会議中とか普通に街歩いてる時になりますから、すごいな、やりたいけどな、やりたいけどな。まあまあでもそういうね、課金のものにですよ、ね、課金のものに俺そういう価値のないものを入れるのは良くないですよね。そこだけでねクリアしなきゃならない基準は、俺の中での基準はお金があるんだったら価値があるもの出さないと、他のこうパーソナリティの人とかが優しく語りかけたりとか電話だよ、それは価値のあるもんですけれども、俺はなんで金払って自分に嫌がらせするんだっていう、マゾじゃねえかっていうね。今肛門から喋ってます、うんこです、出まーすみたいなやつ、ポケットにも携帯入れられないもん、ケツポケットに入れてるとうんこでーすって肛門活躍気にするほど貸しそうでーすっていうやつが入ってたりとかするやつ、常にマナーモードですよ、せっかくコンテンツをダウンロードしたにもかかわらず常にマナーモードですよ。しかもできんのかどうか知んないけど、着メロとバイブを両方オンにしてるとうんこでーす、ブル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 って後ろのところで、あ出るあいつ絶対出るってなりますから、一応あのじゃあコーナーを着ボイスコーナーを、こんな着ボイスね、メール用とかありますからね、メール用とか恋人用とか仕事の上司用とか一般用とかあると思いますんで、こんな着ボイスっていうのもですね、よかったら送ってくださいね。さあ、平成チンカルタ堀越のり編、続いてハギョウですね、ペンネーム節だらをこわだかに、はっバウムテストをやらされた時、角材をゴロンと書いて別室に連れて行かれた大森玲子、ゲラゲラ笑っていたのもつかの間、先生から検査結果について何一つ語られることなく、何か悩んでますかとだけ言われた、ものすごく繊細なタッチで有刺鉄線の絡みついたご神木を書いていた堀越のり これ出てんな。俺の知ってるとこの彩菜ちゃんとかは可愛いの書くんだと思うんですよ、お花畑とかはいいんだよって書くと思うんですけど、有刺鉄線の絡みついたご神木って先生も例がなかったんだろうね、とりあえずね、これはっていう、これバラエティ番組じゃない方がいいですよね、ホリプロで年に1回の健康診断であるかどうか知んねえけど、ないけどバウムテストやった時っていうバウムテスト、樹木画テストって言って、なんかその子供とかにこう自由に木の絵描いてくださいとかつって見るっていうやつで、でそのまま本で樹木画テストっていう本が出てるのね、その図書館とかに普通にありますけど、その本とかので、俺は別にそういうのを自分で答えを見ちゃった人は受けられないですから、もう先入観ができますから受けられないし、このバウムテストのルールを知ってる人はまあ受けられないんですけど、まだこういうの好きなんで買って、あのダメって言われてる例を全部こうやってプラスして書いてたりするんじゃないですか、空が黒いとか枝がないとか枯れてるとか、そうするとね、俺がね小学校で描いた木によく似てる、すごいよく似てる、すごい、あれってこれもう、 うちのおふくろが見たらこれ出てきたのっていう感じの絵になるっていうのはね、ちょっといいなと思ってね、でそのバームテストの話で、自分の知り合いでバームテストをやる側のいろいろ話を聞く人がいて、その人が言ってたのがおかしかったのが、子供のすっごい明るい子が明るい絵描いて、すごいいい絵を描いたから、こう俺すっげえ好きな話なんだけど、めちゃめちゃその逆に言えばバームテストで言えばいい方の症例がいっぱいで、こう広い葉っぱがいっぱいあったけど、そのなんていうの、普通のなんていうの
心地みたいな、いわゆる四択みたいな簡単なことではないから、いろいろそれにいろんなもんプラスして判断するんだろうけれども、すげえの描いた子がいてすごい嬉しくなったんだって。今時すごいこういう絵が描ける子がいるからいるんだって嬉しくなって、この木はどこに生えてるの、うん、どっかって言ったって、でこの木他にいろんなこと教えて、うん、根元にお母さんが埋まってて、その栄養で花が咲いてるって言い出したんだって聞かなきゃよかった全然聞けなくなったっていうのを聞いて、ちょっとねいい話だなと思ったね。そのいい話ってくくるところにあの絵が出てくるんだと思うんだけれども、おそらくね、同じくは、ペンネームニョロニョロは、はい、お電話ありがとうございます。ホリプロでございます。堀越と申します電話番どう、パンチが、あのさ、あの伏田の声高に行くとパンチが強すぎちゃって、あの一般ネタとしては良かったんですけど、ただ伏田の声高に行くと長いんだよね。でね、この彼はいっぱい書いてくるんですけど、めちゃめちゃ面白いんですけど、ぶっちぎりで長くてもいいじゃんっていう姿勢なんですよどうしようかな、これペンディング保留しておきます。続いて死者誤入すると40歳加藤正和、ひピラニアは意外と臆病な魚というさかなクンから受けた説明を頭の中で何度も何度もリフレインさせている。巨大水槽の上に吊られた堀越のりピラニアですねって言われたやつを言ってた、さかなクンが言ったのは間違いない、さかなクンが言ったのは間違いないっていう。ピラニアは弱った動物しか襲いませんし、あの群れにならないと攻撃性はないですけども、で言ってるそばから落ちた靴をピラニアがボロボロにしてるの見てもっかい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 みたいな採用続いてペンネームマニアの殿堂フィーバーミュージアム、これね実話です、実話って書いてあります。ふブレアウィッチプロジェクトのパロディで熱々おでんにチャレンジする堀越のりって書いてあって、これ、ね、面白いとかっていうことというよりはどんなシーンになってんだっていう、ブレアウィッチプロジェクトのパロディで熱々おでんにチャレンジすることはないよな、なんだろうっていう、息がいっぱい白く出てるところを熱々おでんで表現しようと思ったのかな、それを聞きたかったから、続いて死者誤入すると40歳加藤正和、ふ深田恭子の靴をこっそり履きガニ股歩きでチャップリンの真似を一人でしている堀越のりチャップリンの真似の要素が好きなんですよ僕は。深田恭子の靴を履くところまではあれなんですけど、チャップリンの真似をもうなんかあれを味のりを寮母さんからもらった味のりを鼻の下につけてやっててほしいですよね。当然大森玲子に写真に撮られてますけどね後ろから。ちょっとペンディングです。保留です。ペンディング仙台駅西口集合、へベンガルトラって本当におとなしい、噛まない堀越のりペンネーム笠井明弘、へベッキーに取られた仕事をノートに書き出しふと気づきいけないいけないなどと言い、ペンでグリグリっと削る堀越のりそうね、だこれはねどっちかっていうとね山川恵里香がやってそうリアルにね、これ私に来たんじゃないのっていう感じのことは思って、同じ部署だっけ山川恵里香とベッキー、違うっけ、そうだっけ、同じく平和ペンネーム、ペンネーム堀越のり、へ部屋で鈴カステラを食べていたが不甲斐ない自分に急に腹立たしくなり鈴カステラをドアに向かって投げつけた、何度も何度も、しかし19回目を投げようとしたその時ドアが開き
深田恭子が入ってくるのが一瞬目に入った。まずい、このままでは深田恭子様に鈴カステラがぶつかってしまう。とっさにカーブの握りのまま鈴カステラをウエストする。これが堀越のりの29。お前先週 NHK 見たろ、お前先週 NHK の NHK 特集の江夏の21球見たろ、お前絵札に、読み札に収めようっていう気が一個もないもんね。途中まで来てヤバい、ぶつかるクイッって言ったんだろうね。あ、面白いな。面白いから、やっぱり読み札として感覚としてはベンガルトラだね。ベンガルトラ、ペンネームマゲマゲ、星新一の小説の結末に自分の姿を重ね合わせ涙する堀越のり。あー、なんかね、星新一の小説は読んでてほしい。ショートは読んでてほしい。でそのことで大森玲子は字の本を読んでるっていうことで、心のどこかでちょっと尊敬しててほしい。のりちゃんはね、いつも意地悪ばっかりしてるけれども、あの字の本を読んでるから勉強家だって思っててほしい。あれでいて、綾菜はなんかみんなが面白いって言うから買ったっていうことで、ドストフエフスキーの罪と罰を買ってきてマネージャーに読んでって言って4行目から寝てる。ね、ペンネームマゲマゲ、ほっ、蛍の群れに感動する堀越のり。蛍ってケツだけちぎってもまだ光んのかなと試しに 2,3 匹ちぎっちゃってる酒屋やな。あ、いやね、それは綾菜カルタの方で、ね、綾菜カルタは脇はめえじゃねえ。まあでもな、同じ、すごいな、この人両方ともなんだ。ペンネームマゲマゲさん、どうしようかな。蛍の群れに感動する堀越のり、蛍ってケツだけちぎってもまだ光んのかなと試しに 2,3 匹ちぎっちゃってる浅川彩奈、こちらの方採用でいきたいと思います。さあ、もうですね、来週はいよいよ、魔行野行ですね、魔行野行行きますんで、ですね、どんどん送ってください。ぜひですね、こちらのですね、安倍浅見カルタに負けないような堀越のりちゃんカルタ作ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ字から平成チンカルタ堀越のり編のっかりまで、曲、タトゥーでオールザシングスシーセット。スタジオの中にさ、こうテレビがずらっとついてんだけどさ、音なしでついてんだけどさ、その横のところで今 NHK のあれ総合かなで、戦争のニュース読んでる女の人いる、向こうのレポーターっていうの、特派員っていうの人がいてさ、その人昨日の夜だっけな、見てたらその状況を読んでる時にめちゃめちゃ一匹ハエがさ、彼女の鼻めがけてやたら飛んできて、でもこう緊迫したニュースだからさ、払っていなくなったとまた鼻くんのよ。なあれ、イラク側のハエだな、あれ間違いなくな、あれでも困ったろうね、どうして。びっくりするぐらい、あのね、何が怖いっつって、もうバラエティ番組とかでハエ来る時あるんですよ、あれスタジオあったかいから。とっさに思うの、俺臭いって思われるっていう、もしくは俺臭いのバレるっていうね。え、いやでもなんかね、俺の中ではハエにも負けずに頑張った、女の人だったらおそらく表情一つ変えないで読みながらハエを放って、もうある意味アメリカ対イラクね、とあのハエ対あの人っていう、なんかそういう象徴的な出来事でしたね。
さん街で見かけるいろんな切ない光景を文章に送ってもらうコーナーです。文章にして送ってもらうコーナーです。今週はなんか切ないもん見たかな。まあでもインターネットに接続して誰もいませんって書かれてる時の俺の小さな後ろ姿、あれ以上に切ないもんはないでしょうね。世界で一人だもん、島に。でそうなってくるとさ、こうどんどんさ、その悪い方への妄想が広がってるからさ、そのゲーム自体作った島にはコムシみたいなやつが10匹ぐらいいて、でそいつはなんかこう、そいつにその何、その自分の島を整備してる時には農業をやらせる、それからあと建築をやらせる、あと勉強させるみたいのをやるのね。でストレスが溜まってくると死んじゃったりするのね。それで戦争みたいのが始まると、その戦いのモードになると、そいつは守るとか、その何、攻めるのどっちかを選べるみたいのがあって、その10匹みたいなコムシが一生懸命やってくるんだけど、死んでも死んでも新しいコムシが生まれるから、いいやと思って、ね、死んじゃ死んじゃえと思いながら、お前はとりあえずいいから敵のその武器を1個壊して死んじゃえばいいんだよぐらいのトーンになったりとかするんですけど、その時に一人ぼっちだって気づくと、裸の王様か俺は裸の王様かっていう気にすげえなるね。いきます。ですね、ペンネーム、なんだ、ウロコタイル、せずね。アダルトビデオのストーリー文。この人もともと役者志望だったのかなと思わせる AV 男優の演技のうまさあるんだよね。でそれがまたさ、全て一体になった時ってさ、この監督映画監督志望だなって思うような小回りと、でここに AV 女優の人がこの人女優志望だなっていうのがうまく噛み合ってくれるといいんだけど、そいつ自体は全然志望じゃない感じっていうので、なのにもかかわらず全部全て終わった時に、その最後女の裏切りで拳銃で撃たれて男が死ぬみたいなシーンまで入ってて、その死にっぷりが見せてやるっていう感じの、ああみたいな。でそれがこうゆっくりクロスフェードがかかりながら街の夜景に変わった後にフィンなんて出ちゃったりする時のなんかなーっていう。でしかもその AV は割と長い間家にあるからしょっちゅう見てるんだけれども、なんかでつけっぱなしになった表紙でその最後だけ初めて見たな俺みたいな時なー。同じ系統で今度逆立場、栃木県、ペンネームカズボン、せずね。本当はアイドル声優を夢見て上京してきたのではないのかと思うぐらいアニメ声の AV 女優いるんだ。これもすごいいるんだ。でいてほら、俺だけアニメ声は、アニメの声優さんがアニメ声なのはいいんだけど、 AV 女優の人がアニメ声出してると演技色が異常に強くなっちゃって、なんかもう、あ、なんかなっていう、お前に俺はあしらわれてるのかっていう感じになってきて、なんかこう、でも見る、ね、でも見るのが結局。続いて神奈川県、ペンネーム前も言ったかもしれないけど、いい加減な AV で、これいい加減な AV だなと思って、それ乗れねえよって今言ったような理由から何から何まで、その女優さんが全然好みじゃなかったりとかで、なのにもかかわらず別に AV 見始めちゃったら反応もするし、まあ大体やるべきことはやるじゃん。で終わった後ちょっと切れてる自分っていないスイッチ切った後に、その後お前とりあえずはするべきことは全部したっていう分際で、俺はなのに、お前全然パッケージと顔違ってんだよみたいな怒りが全部まとめて終わった後に来る時の自分で、その怒りがちょっと昇降した。でも
まあみたいなね、いいんじゃんお前みたいな時すごいあるな。特に中学校ぐらいで、今はまだその、もう途中で切れてや、その見るのやめるまでやっと選択肢に入ってきたけど、中学校ぐらいの時あったね。なんかなし崩しになっちゃって終わっちゃって、でいてすげえ怒ってるの、めちゃめちゃ怒ってるの、すごい不愉快になってるの。その流れで、まあ、あの時代は違うけど、今で言えば浅生とか見て、その怒りもまだすり替えてったりしてるの。おかしいよなんつって、ペンネーム、ペンネーム、いいペンネームもらった、ペンネームアメリカアメリカすごいすごいよ。なんかこれね、あのなんかわかんないけどすごいいいよね。ひねんないんだよね。たまにパンっていう人とかいるじゃんか、すげえよあんたと思うんだよね。パンって肩の力抜けてんもん、すごい。神奈川県、ペンネームで面白いのが、それ採用されるぐらい面白いのにアメリカっていう労力使わない感じ。アメリカせずね。中古で買ったドラクエ3、消されずに残っていたセーブデータを見てみると、パーティーのメンバーがシャラン級で構成されている。ツンク、畑、大勢、誠、誠以外のキャラクターがレベル40なのに対し、なぜか誠だけがレベル15足らず、もしやと思いルイーダの店に行ってみると、そこにはレベル30止まりのシュウが。やっぱりっていう感じ、いたっていう感じですよ。いや、中古で買ったファミコンソフトの中に入ってるデータが引きこもごもであるっていうのは、まあね、わかりますよ。これなんかね、浮かぶんだよね、いたっていう感じね。なんかこう女の子のファンの人がやってそうで、しかも最初のメンバー決めの時には団長の思いで誠さんを切ってたと思うんですよね、おそらくね。で途中でいろいろあったなっていう。で最近ね、中古屋さんね、あれをプライバシーと見るのか、あると引く人がいるのか、新品に近づけるためなのか、消すんだけどね。俺はあれに金を払ってるからね、あのデータの部分に金払ってますから、どうにかそれなんとかしてほしいですよね。むしろメモリーカードの中古を売ってほしいですねえ。続いて、ペンネーム41、せずね。小学生同士の草野球の試合、まるでメジャーの審判のような大げさなジャッジをしている出身のおじさん。あーねー、俺らレベルの草野球はもうストライクゾーンは広めにっていうもう決まりだからね。だって平気でなんかたまにあのストライクだと思うぜみたいなジャッジも全然出てくるし、なんだけどスリーボールからの普通の一球っていうのは割とあのどうせこいつワンストライク取ってもフォアボールになっちゃうんだからっていう理由でえらく辛めだったりとかもするぐらいいい加減だけどね。で俺はそういう温度が好きなのね。草野球でもブロックサインとかで出すとなんかまずいなっていう、いろんなレベルがある中で草野球そのもう完全にツーボールから打たないレベル、ディレートスチールしてくるレベル、ブロックサインやるレベルっていうのの、もうかなり手前の方に試合前にピッチャーがランニングしてるレベルっていうのがあって、試合前のピッチャーのランニングは俺たちの今の相手チームの芸人選抜軍もしてるんだけれども、それもしないもん、バテちゃうから大体自分のこう予定球数の中で投球練習のボールも入ってますからね、牽制球も入ってますから、しませんもん牽制球とか。でも向こうもそれ分かってくれて盗塁しませんもん。それにこの間16対0で負けましたよ。続いてこれね、女の人からなんですよ。これ女の人からじゃなかったらまあまあくらいなんですけど、女の人からで、ペンネーム山田まる子、せずね。アンアンの占いコーナーのスタートの質問で、そこに切り貼ったその実物のでイエスノーってどんどん進んでいくやつあるでしょ。そこの1コマ目スタート、アンアンの占いにてスタートの質問、
あなたはどちらに似ている？ A. 井川遥、 B. 柴崎浩。どうすればいいのだ。俺こいつに惚れた。俺はね、あんあん読んでる女にはこういう人種はいないんだと思ってた。どっちかっていうとって選ぶ人種だと思ってたけど、スタートの古いがでかすぎるだろ。これわかんねえけど、でかい、目が細かすぎるだろ。これどんな面したやつが何選んでんだろう。もう1と2でそれ以外ってないんだよ。 A 井川遥を選んだ人は 2A、 B 島崎浩を選んだ人は 3A。 どちらに似ていると、どちらかといえばとかないんだよ。すげー。アンアン定期購読決定。これが抱かれたくない男とか選んでんだぜ。うーわ、すっごい、抱いてー。これを見て買うのやめたくならないんでしょう。それはすごいわ。万歳だわ。なんか お手上げって意味でのお手上げっていう意味の方の万々歳ですわ。続いてですね、そうですね、あのもう一枚これいきましょうかね。ペンネーム、携帯が鳴らなくてせずね。いやだからあの人のすごいところは、周囲の杉作 J 太郎氏の認知度の低さに憤りを覚え、どんどんトーンが上がる友人の杉作 J 太郎こう。おそらく J 太郎さん本人さえ引くぐらいのトーンになっている。あんな、もう本人シャイな人ですからね。たまにあの普通の便りもらって、そんなのでもうこれ真面目な話、テレビ抜きで嬉しいんですけど、めちゃめちゃ褒めてもらってる時になんかこう絶対他のスタッフに見せないってわかる。嬉しいんだよ。他のスタッフの前でスッて隠してる企画、こうあのハガキがある時は、あれ変に褒められてる時に、しかも自分の間違ってただ単に噛んじゃったところまで狙いって書かれてたりするときに隠すね。じゃあですね、一回 CM いきます。ジャンク、一回こう CM 挟んだから、あの説明のコーナー終わりましたよ。終わりましたけど、エンディングで、普通のハガキを読むんですよ。あ、せずねコーナーって書いたけど普通のハガキなんですけどね。TBS の人気番組ブロードキャスター、3月15日の放送で取り上げられた話題は、最近サラリーマンの間で使われるようになった言葉、上司が部下に無理な仕事を命じたり、ちょっとした失敗を必要以上に責めたり、わざと他の社員の見ている前で罵声を浴びせたり、して相手を精神的に追い詰めてしまう、権力や立場を利用した悪説な嫌がらせ、パワーハラスメントことパワハラっていうのはそうです。この話題を、取り上げようと思ったスタッフに何か裏の事情はないのか。番組の司会は意味が分からない。意味が全然、あの僕はこの試写本にすると40歳加藤正和さんのハガキいつも楽しみしてるんですけど、これを説明のコーナーに書いてくることも、あたるが言ってることも少したりとも意味がわからない。だって俺がブロードキャスターに関して知ってる情報って言えば、福留さんが司会だっていうことぐらいです。あと福留さんに関する情報は知らない。全く知らないです。もうエンディングテーマかかってきたから、かかってればいいよね。今日ごめんなさい、あのバランス悪くてちょっとコーナーが結構できなかったんですけれども、もちろんあの、バカの応援団もありますし、新コーナー X ファイルみたいなコーナーも、来週きちんと整備して、あの整備してこんな書き方になりますみたいな出します、やっていきますね。あとですね、今更かよっていうかもしれませんが、いよいよ、カードの最終入稿が終わりまして、予定すり上がりが分かります。3週間後にできます。
ます。発送もどんどんさせてもらいますので、またあのカード欲しいっていう方がいればですね、どのハガキを書いていただきたい。本当に待たせた。1年以上経った。こっから第2弾第3弾を作っていきます。2年3年4年とですねかかるかもしれませんけれども、最初に撮っていたデジカメがどんどん新機種が出てるっていうことに、まだ大変申し訳ない思いをしながらもですね、そんなこんなです。あとはですね、草野球まだ続いてます。3試合目行われましたが16対0で負けました。その時に恐ろしいことを言いました。我がチーム0点に抑えられた上に2安打しか打てませんでした。そのうちの 1安打が高生の渡辺君という悪夢を見るようなことが、しかもちゃんとショートの頭を越えていくヒットで、それ以来ですね、僕にバッティングのアドバイスをするようになったですね、このクソメガネ、このクソメガネをとうとうですね、メジャーリーグ行きが決まりましたんで、アトランタブレーブスに入りましたっけ。もうナベちゃんズには来ないでください。あのみんなあいつがヒットを打ったことでチームがすごく暗い感じになったっていう発言を、しかもですね、みんながですね、だんだん来てくれなくなってきたっていうことでですね、野球からですね、今度バドミントンの方に私、ブームの方を移していきたいと思いますんで、今週は2試合組まれてます。雨はどうなんだ。あとキャッチボールがですね、雨の上にですね、感謝祭のセットがキャッチボール上に組まれたという理由でですね、これもしばらく募集を中止します。もう死にたい気味。